ましょう。1問目お題こちらです。どうぞ。その時私はいけないことだと思いながらも〇〇。その時私はいけないことだと思いながらも〇〇。なんか独白というか自白というかね、なんかシリアスな感じを想起させるセリフでございますけれども、石田さん、ボタンを連打しましたダメよ。吉田さんさ、レバーをねじりビーターねじりビーターこれは壊れちゃうからダメだな。ラパスさん、たくさんの友達に電話してしまいましたみんなに迷惑かかるから何事かと思って。十条さん、あの日高屋を外から見て笑ったそこまで悪くはまあまあちょっと、ね、よくはない別に犯罪ではないけど、ね、森森さん、いけないことだと思いながらもしょこたんの猫を描きました描く分にはいいだろ。ギャルさん、いけないことだと思いながらも藤井風に向かって時代のおかげとすごいやったな。石田さん、背中を押して逃げましたダメじゃん。ダメじゃん。安い家具を相手に送りつけてしまいましたダメですよ。処分するのも金かかるしさ。十条さん、地下4階に病院作った行きずれ日が当たんねえ。森森さん、いけないことだと分かりながらも規格外の巨乳と言いました言うわけにはね。吉田さん、残り1分。行き当てこだと思いながらも新人に主電源全落し全落し。ギャルさん、いけないことだと思いながらも彼氏のお母さんに向かっておばあちゃんと言ってみました最悪じゃん。絶対仲良くなれねえよ。もうラバスさん、いけないことだと思いながらもいい例えが出るまで話し続けてしまいましたこれね、やりがちだけどな結局話が間延びしちゃうからよくないのよね、こういうのね。石田さん、衝突した後進みましたなんで残り10秒。ミニモニ命のタトゥーを肩に覚悟がすごい。十条さん、私はいけないことと思いながらもカッパ巻きを分解しました米と海苔とキュウリだけだけどね。さあ3分ですので、ここから1投ずつになります。ラパスさん、駄菓子屋に狭いねと言ってしまいましたまあまあ圧縮陳列の元祖みたいなとこあるからね駄菓子屋は。石田さん、老人を畳みました吉田稲さんさ、いけないことだと分かりながら爆骨にスキンケアを結局スキンがケアできてないじゃないですか森森さん、紐みたいなパンツを結んで絆と思いましたあとどうかしてるんじゃないですかギャルさん、いけないことだと思いながらもTikTok に選挙の違法アップロード公職選挙法に引っかかっちゃうからね、ダメよそういうの。続きまして画像いきましょう。画像こちらです。どうぞ。カラーコーンをかぶっている3人がポーズをとってますね、土手で。何なんでしょう。いきましょう。3分間スタート。戦隊シリーズ、ラパスさん、折り返しブラザーズ参上市民マラソンはここで折り返す。吉田さん、午前中にやる気まさかね、これをね。吉田さん、あっ当初レインボーブリッジ封鎖予定のものですこいつらが封鎖するんだ。ラパスさん、現場の楽しさを知ってほしくて仮装してるこれで知れるか。ギャルさん、記憶喪失になって何もかも忘れたんですけど、この写真を見た瞬間にツーッと一筋の涙が何かを想起させたんでしょうね。十条さん、1分経過。私たちで玉川を汚しています何やってんだお前。森森さん、求められればやってくる色のない工事は嫌だ不衛生な鳥を嫌だな。吉田彦さんさん、今年は俺らを食わせないと給水以上いけません石田さん、給料がすごく発生しているじゃあやるわ、じゃあこんなのもやるわ。ラパスさん、強い相手が来るとはシュッて隠れる
がフィットするまでアマゾンで何個も頼んだので家の中にボツのカラーコーンがいっぱい。ボツのカラーコーン、十条さん、サイクリングのアンチ。アンチこんなだ。森森さん残り1分。だからケツにもコーンを入れてて後ろから見たら森っていう感じみたいさすがに何で森森さんだからね。そのの吉田さん、これがコーンロボ。コーンロボ。吉田さん、ここに三輪車が来てうわーって崩れてる。ランナーに向かって途中でリタイアするとこうなるぞってランナーの慣れの果て。これ吉田さん、俺たちは同じ重機のお母さんから生まれたぜ。石田さん、ここから3分ですね。ここから1投ずつ出ます。この後ご飯も食べずに解散です。スッとね、解散する。アパスさん、なんと言われようと僕たちは地元が好きだ。地元愛に溢れてる。ヤルさん、青春すぎるという理由で射殺されてしまった。ひどくない罰が。森森さん、森山中のジープの荷台にそれぞれ積まれてる。それぞれそれぞれ。吉田さん、お前ら全員かかってこんだ。俺らが日侍。日侍かかるんだ。陽気な外国人のオープニングの感じですかね。南国っぽいですけど、なんか電話してますね。行きましょう、さんとか、スタート。なんか、カルバさん、服入った。有価町だ、マシンさん。はい、皆さんお察しの通りですね、こちらの携帯電話はですね、もう利用できない、通信が繋がっていないものでしてね、彼が拾って入手したものなんですけども、毎回ですね、朝になったらこう耳やってですね、文明の音が聞こえな。聞こえな。平吉さん、初めてのお使いの子まだ来ないけど大丈夫。お気づきだ。オルグランドレインさん、上履いてないよ。下、履いてないよ。じゃあなんで帽子かぶってんだよ、マシンさん。では今からダウト1選手権を始めたいと思います。今から1本の VTR が流れますので、ダウトだと思った瞬間にダウトと言ってください。いきます、ピー、ボンジュール、ダウト。ボンジュールは言わねえな。ボンジュールは言わねえな。アルパさん、塩酸を18。絶対ワンマジにしてんじゃん。カンさん、暫定1位ですか。何の1位。ゲイキチさん、ブイーン。俺は染めねえ。俺のラブリーさん、あ、お店来たよ、お店。うん、俺見た瞬間でもクローズって言ってた。なんで陽気なんだよ。カルパさん、1分半。払う。 Help me! Help me! Help me please! 払う。全然分かってるじゃん。もうテンションで分かるだろ、ちょっと。クチさん、歯が1本で、10万ですか。5本ぐります。だいぶ困ってんな。俺のラムの兄さん、あー、すみません、警察ですか。警察にとって俺ってどうですか。残り1分。内定辞退します。内定はもらえたんだね、よかったね。ケイキさん、へー、水曜日は不動産屋休みなんだ。結構ね、多いですからね、休みのとこね。カルパさん、あー、パンにハンバーグを挟んだものね。ハンバーガーってのはどうだろうね。次は米に魚を乗せたもの、寿司っていうのはどうだろうか。次は北の方の北区っていうのはどうだろうか。北の方は何の決定権があるの。何なの。俺のラブリーさん、いやー、それでさ、いや、楽しかったね、ほんとね。またね、一緒に、ホッセイ様、ホッセイ一名様、あ、ごめん、俺だ、俺。ホッセイさんなんだ、こいつ。ケイキチさん、はい、お電話ありがとうございます。ベーゲネーと申します。バーカー、ベーゲネーだ。え、どうしたの、おじさん。
飲み会あ行く行く大丈夫だよ金ねえけど俺水をビールのように飲めっから大事ですね。どうぞ時間ペンを置いてください。おいさんあおい見てみろあそこおいお前お前見て盾の国のズパさんいるじゃんお前ズパさんカルパさんああ電話切る前にちょっと最後一言だけいい？ああ明日来てくれるかな面白いどこで学んだ文化ですかねこれさあ以上でよろしいでしょうか